高尾しごりフーズ封印、チャイナフォースエド、1931公高尾しごりから1984年12月6日は、中華民国の政治家、技術官僚、実業家、教育者。縄助清だが、字のおしごりで知られる。英語名は、ギルバートシーカオ、聖教将軍管轄区法天府法王城の人。大鳥城旧高佐古高等小学を経て、 高天少女を北韓中学に入学する。卒業後は、国立北京大学に入学し、後に、公立聖化学校に転入した。1920年に卒業して間もなく、アメリカに留学、ローエルオリモの学校夏に帰国、同年11月に、各省令の東北国民軍総司令部で秘書に、任せられた。各廃止後の1926年秋に、 小立東北大学教授となり、同大学で宝石系の創設を主導している。翌年、同大学工学院院長に昇進した。長学寮が疫死した後の1929年に、東北政務委員会企業所秘書に任ぜられる。翌1930年9月、チャハル省政府教育庁長,長長に任ぜられ、さらに、中国国民党チャハル省党務特派員も兼任した。 1931年9月、国立東北中山中学を創設している。1933年9月、新京商建設町,町長に移動し、1936年1月まで、勤めた。その後は、国民政府中央に戻り、選挙部育災士市,市長に任ぜられ、さらに、総支分の施設顧問や中面講師常務、党ごと、ワイナンス高校顧問も勤めている。 1937年に日中戦争が勃発すると、高子氷は大本営第四部系、工業組組長に任ぜられた。翌1938年、湖北省社布井と朝四局、整理委員会主任委員となる。同年6月、国民参政会第一期委員に任ぜられた。1939年3月、川港建設規制会会委員。 川は建設視察団西部組組長に任税られた。1942年7月、四連装所八重演武局総計画及び農林部顧問となる。日中戦争終結後の1945年9月、高志合理は満州国滅亡後に新たに設置された安藤省政府の首席権全省法案指令に抜擢された。1947年10月、 国民政府主席東北行長井政務委員会常務委員を兼任している。1948年2月、安藤省政府主席から免ぜられ、翌月に東北行長井政務委員会副主任委員に任ぜられた。同年9月、東北総秘総司令部政務委員会常務委員兼主任委員代理となる。1949年、高志森は台湾に移り、クレショランダと共に、 消化者掌を創設した。その後、中国防石建設講師、東とや、幸福大陸設計研究委員会委員などを歴任している。1973年、アメリカに移住した。1984年12月6日、同国にて病没。去年91。ありがとうございます。